ようございます。おはようございます。今日はキューバのカリブ海にビーチホリデーに行きます。あー、いうこと。ちなみにね、この後ろに見えてるめっちゃモダンなヨットみたいな船、ヨットじゃない、これに乗っていきます。今ね、こう待ってますみんな。ちなみにね、外国人しか行けないらしい。キューバ人は行けないんだって。だからこの船に乗っていくのはみんなツーリスト、外国人ってことになります。行きましょう。着きましたね。海はめちゃめちゃ綺麗。はい、ということで島に上陸しました。なんて島だったっけ。カヨブランコ。カヨブランコ島。今シュノーケリング終わったから昼ご飯食べます。ビュッフェ式スタイルの昼ご飯で、オープンバーがあるからビールとかカクテルとか全部飲み放題です。レストラン行きましょう。ヤドカリがいる。ヤドカリ。でかいイグアナが私たちのテーブルの下に。おお。でかい。でかすぎでしょ。めちゃめちゃ怖いんだけど。今ね、ご飯を用意してるからみんなご飯待ちです。めっちゃお腹減ったね。ご飯、フルーツとパイナップル、オレンジ、野菜の人参、キュウリ、じゃがいもかな、あとキャベツ。パエリアも来ました。こっち、うわ、すごっ。写真で撮られるのが忘れた。でかすぎじゃない？そして人間慣れしてるから全然逃げない。うわぁ、マジで？すごっ、めっちゃいる。怖っ。めっちゃディスガスティング。気持ち悪い。ヤドカリこんないっぱいいんの。ヤドカリのこの何、貝殻がお互いに当たるカタ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 ってやつが、めっちゃ音聞こえる。ちなみにここがオープンバーです。あ、ビーチバレーできるじゃん。今が何時だ。今1時。何時出発していたっけ。じゃああと2時間ぐらいビーチでゆっくりビール飲み放題だし、リラックスしましょう。ということで今ね、2時間ぐらいビーチでぼーっとぼーっとして、ぼーっとした。タカが寝た。めっちゃ気持ちよかったな。なんかそんな暑くない。日陰にいるとね、めちゃめちゃ気持ちいい。気持ちいい。あと飲み放題で、天国の島が終わってしまったので、そう、飲み放題。見て、ラム。いや、嘘です。もうビールはね、飲みすぎて気持ち悪いから、最後はレモネード。ドイツ人グループはめっちゃ酔っ払って。あの人たちの血液はビールなのかな、本当に。それは噂じゃなくて本当かもしれない。ということで今からこの船、ちなみにね、今日朝紹介したかっこいいヨットみたいな船はなんかね、壊れたって言われて、
このちっちゃめのボート2つに分かれて来てます。ということでこの動画は終わりですよ。どうだった？良かった。まあ一応ちょっとねスケジュール教えておくと、朝9時に船でピックアップされて1時間かけてこの島まで来て、30分1時間ぐらいシュノーケリングして、で島に戻ってきてお昼ご飯で、その後2時間半ぐらいはビーチでゆっくりする時間があって、最終的には3時ぐらいにこの島を船で出るっていう感じで、またキューバ本島に4時に帰って、まあ、そこで解散みたいな感じで、1人50ドル。あとね動物もいるしね、ヤドカリとイグアナ楽しいと。はい、ということで、まあ、もしねキューバに来ることがあってトリニダードに来ればね、ぜひこのカヤブランカと、カヨブランコ、そういうことということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。チアンフエゴスという街に来ます。ちょうどねハバナとトリニダードとかビニャーレスとかと比べるとめちゃめちゃモダン。あ、ピアノだ。ピアノが海に伸びてる。Thank you.